12月です。今日は海に潜って魚釣りしてみようと思います。まあ取れるかは分かりませんが、海の中がどうなってるか、それとできれば冬のイシダイを取れたらいいなと思います。今取れれば全身がすごい脂でノドグロのような感じで、めちゃくちゃ美味しい魚なので。小さな湾の中から海に入ると、体長2センチほどの魚の群れ、キビナゴの子供だと思います。浅い場所で海底を見ていると、いろいろな生き物がいます。これはとても大きなイソギンチャク。沖の磯まで来ました。ウタッチがこちらを見ています。逃げました。磯周りにもおびただしい数のキビナゴの群れ。潜ります。青物です。寄せられるか。自分で海に潜って青物が取れるととても嬉しいです。海がもっと好きになります。位置をずらしながらいろいろな場所を探ります。よく見ると距離をとって霞のあたりにはたくさんの魚がいます。メジナです。かなりいいサイズですが、この魚は警戒心が高く、つこうと思うとなかなか近寄れません。絶妙な距離をとってきます。そんなに魚が湧いているという感じではないですが、諦めずに探っていきます。よく見ると岩場に沿うように泳ぐ魚、コブダイです。この魚も絶妙な距離をとってくる魚で、なかなかつくのが難しいです。久しぶりにコブダイが取れました。天ぷらにするとタイなどよりももっとふわふわのほぐれるような白身です。コブダイはベラ科の魚で、よく見ると特徴がベラに結構似ています。着いたばかりのコブダイは赤みがかかっていて、とても綺麗ですよね。
磯回りの浅場、海藻の陰に隠れている大きなメバルを発見。諦めずにずーっとイシダイを探して、最後の最後に遠くにちらっとイシダイの影を見つけました。イシダイは取れませんでしたが、青物とコブダイと大きいメバルが取れました。これはブリ系かな、ちょっと小さくてよくわかんないけど、多分ヒラマサじゃなくてブリ系じゃないかな。この青物の内臓なんですが、今回は食べようと思います。これがエラで、胃、腸で、これが幽門部って言われる部位だそうです。胃袋を食べるのが有名ですが、この幽門部っていうやつも食べれるそうなので、今日はこの胃袋と幽門部を熱湯で茹でて洗ってポン酢かけて食べてみようと思います。茹でて冷水でこすり洗いした胃袋、幽門部、心臓、エラとか鶏にあげます。わっ、メバルの頭は焼きます。身の方はカルパッチョにします。メバルのお腹の中、卵が入ってました。これは皮です。で、カルパッチョソースは適当にこの旨塩ドレッシングというやつをかけて、黒胡椒もちょっと追加して、このウニ醤油というやつをいただいたのでかけてみようと思います。下関市長賞受賞。かなりウニの味がします。できました。メバルのカルパッチョ。
適当ソース。ブリの胃袋です。胃袋はかなり弾力があるので細切りにしました。幽門水は割と柔らかいようなのでこんな感じにしました。これ心臓。いただきます。これはおそらくブリの小さいヤズの幽門水。コリコリしてないです。結構柔らかくてムニ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 した感じ。結構味あります。ちょっと独特の内臓っぽさはあるけど、そんな嫌な感じの臭いとかああいうのじゃなくて美味しいです。なんと言ってか何とも言えない。結構美味しいです。ポン酢に合います。これは胃袋、やっぱ胃袋はとてもコリコリです。とても食べやすくて癖がなくて美味しい。よく洗うことがポイントだと思います。おそらく心臓。メバルのウニソースカルパッチョです。うまい。適当でもうまいです。ドレッシングみたいなやつとかいろいろかけたらとても美味しい。卵も全然癖なくてあっさりした食べやすい卵。皮はもちもち。今回卵も入っていたし、ちょっと淡白な白身かなって思うようなお魚はカルパッチョにしたらとても美味しく食べれます。サラダみたいな感じでいろんな野菜と合わせてもいいし、チーズとかも合うし。メバルどう？食べれる？